クッキープラザは埼玉県久喜市久喜中央一丁目の久喜駅、ヒのキ屋ビルに所在するショッピングセンターである。2009年11月15日に旧サリアビルを再利用して開業。1階の生鮮館はトップトラストが運営し、生鮮、食品の専門店が入居している。駐車場ビル。屋上には忠実屋のマークが現存。久喜駅。 西口駅前広場北側にある商業施設。1970年代中頃から進められた茎駅。西口再開発事業の中心施設として1990年11月、竣工開業。大英茎店を各テナントとした商業ビルであったが、2002年5月31日に大英は撤退した。その後、 理想な銀行王子支店区駅前出張所が2006年10月10日に撤退2007年2月に日本中央地所がビルの区分所有権を取得し建物の解体と住宅商業複合施設の建設を計画する予定になっていた2007年7月から1階に肉の花まがテナントとして入り食品スーパーを営業していたが 花正の経営再建により2008年2月11日に撤退した。花正が撤退してからは、水保銀行だけが営業していた。2008年10月30日に、日本中央辞書から、加藤市の住宅建築業、日ノキア住宅に売却され、2009年8月31日に、日ノキア住宅の本社移転に加え、地下1階から4階に飲食店、生鮮館、 雑貨などのトナントが入居する複合施設となった。また、区域市内、周辺は郊外を中心に競合する大型商業施設が多数立地することもあって、開店初期より店舗の入れ替えが頻繁にある。出店テナントの詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。地下1階は居酒屋、ファミリーレストラン、カラオケボックスが入居する飲食店街である。1階は各店舗であり、 生鮮、惣菜、一般食料品の専門店が入居する生鮮館である。またフラワーショップ、全身のサリアビル時代から入居する大手都市銀行支店、コンビニが入居する。2階は東 SC と区駅を結ぶペデストリアンデッキが設けられており、駅直結にふさわしく、喫茶店、保険代理店、ファンシー雑貨、大手会話スクールなどの専門店が立地する。3階は、 書店と100円ショップが立地している。4階は屋内遊園地が入居していたが2013年3月31日に撤退しその後接骨院、マッサージ、学習塾、スポーツクラブが出展している。5階は主にオフィス、保険会社支社、学習塾、保育施設が入居する。証券は、久喜市内のほか、白岡市になっている。ありがとうございます。